で山岡さんが、ね、このようにツイートされてます、はい。日本の著名ジャーナリストや知識人、専門家の方々が欧米側のプロパガンダだけに加担しているのは本当に信じているのか、自己保身のためなのか、いずれにしても憂慮する。日本は独自の視点を持たねばならない、はい、うん、これは当然戦時プロパガンダっていうのは常にあって両方はやってるわけです、うん、で片一方のだけを完全に信じてそこだけに乗ってって、うん、イケイケどんどんっていうのはものすごく危険なんです。常に反対側の視点とか異なる視点も見ていかなきゃいけないという、その姿勢を持たないと絶対いけないということなんだけども、そういうことを言う人が非常に少ない。そういうことを言うとなんか陰謀論者みたいに、ね、言われかねないと、はい、そこに非常に危惧を感じるんですよね。しかしトランプさん自身がこういうことを言ってるし、うん、まあ、そういう見方をするアメリカ人もいるんですね、うんうん、そこがアメリカの多様性なんです、はい、うん、はい、日本なんか一品なんか全部一色になっちゃうでしょ、うんうんうん、それ非常に危ないことだと思いますね。はい、さあ次行ってみましょう。はい、経済崩壊が叫ばれて久しい中国は本当に壊れるのでしょうか。今後どうなっていくか予測をお願いします。大阪府の B さんからのご質問です。核融合の発電実証、中国先行へ、国際実験超える能力、日本問われる本気度という日経の記事が出ていますね、はい、これかねてより、ね、言われている核融合の技術が、うんうん、まあ、中国の方がより、まあ、特許の出願の具合からより高いレベルにいってるのではないかという報じられ方なんですが、うんうん、ね、これね、どうなんでしょう、平井さん、これね、はい、まさにこれなんですけどね、中国で人権侵害して太陽光パネルを作って、それを海外に輸出して大きな、まあ、シェアほとんど取ってね、でアメリカから排除された、で日本でバンバンやる、日本の親中派を使って木を切り倒して環境破壊してメガソーラー敷き詰めまくってると、うん、その一方で、ね、自分たちはこうやって核融合とか、日本人、ね、核あの原発反対とかって言って、で再エネだとか言って、であの北海道で雪に埋もれた太陽光パネルがあって、うん、あって、その一方で中国自身は、その問題の発端となっている中国自身は核融合の発電を実証すると、これが国際社会なんですよ。そう、うん、そうです。だからね、あのこの中国の先兵が菅直人ですよ、うん、ね、あの福島原発の事故を、ね、逆手にとってあんなめちゃくちゃなことをして、で北海道の4割を占める泊原発を止めて、うん、北海道は今日本一高い電気代を払ってる、うん、オール電化の家は10万から15万ぐらい払ってるんです毎月。そのうちの1割がね、あの再エネ賦課金で、あの中国企業とかね、そのメガソーラーをやってる人たちに貢いでるわけですよ、ね、でしかもね、今北海道を回って分かったことは、中国だけじゃない、世界中から来てるんです。なぜかったらフィットで儲かるから、うん、なるほど、世界中から来てるんですか。世界中から来てますよ、ものすごい。でなぜかったら今言った通りですよ、あんなバカな制度をやるから、あのパネルさえ敷き詰めれば必ず金になると思って、世界中から投機マネーが日本の国土を破壊しに押し寄せてきてますよ今、うん、大バカですよね。大バカですよ、はい、でとにかくね、この核融合の技術っていうのはもうとにかく日本 の, あの核なんていうか原子力発電技術っていうのは手足を縛られて、うん、縄で縛られて身動きできない形に菅直人によってさせられちゃったの、うん、だからこれを早くほどいて自由に研究開発をする、こういった体制を取っていかないと本当に遅れますよこれ、うんうん、あんなね極左のね政策なんて早くね、あの脱ぎ捨ててしまえばいい。そうなんですよ。だからその、まあ、高田純先生も言ってましたけども、うん、この核融合の理論はあるわけですよ、うん、日本にもね。だからそこに予算つければ実現可能だということです。そうなんですね。だから LGBT とか男女参画とか、うん、まあ、あるいは海外にばらまくとか、なんか実験炉の建設に2兆円プラス2兆円で4兆円くらいかかるっていう話なんですけど、なんか GoTo キャンペーンで3兆円くらい使っちゃったって話だからなんか全然できる、まあ、国際発行でね。それこそあの高橋陽一先生に聞いてほしいんです。いろんな埋蔵金をかき集めてここに投入すればいいじゃないですか。そうですよ、ね、そうです。国会でだから LGBT をやってる場合じゃないって本当に そんな余裕はないですよ、うん、本当ですよ、うん、でその中国でまたちょっとね不気味なニュースが入ってきたんですよ。はい、はい、
ロックダウンを撤廃した中国が原油の爆買いを再開、記事は中国経済の復活が理由とするが、戦争準備の可能性はないか、はい、でこれ海外のニュースなんですけれども、その、ロックダウンを、やめたと急にね、ポンと、でそうしたらね、ものすごい勢いで原油を爆買いしてるそうなんです。そうなんですか、はい、世界中から、でこれが、ロックダウンやめたから、経済がまた復活するのかと、いう読み方をこの記事はしてるんだけども、そうかと、っていうのは中国経済相当壊れてきてるっていうふうに言われているわけですよ。なんでこの急に原油買い占め始めるのと、まさかまたこれ戦争の準備してるんじゃないだろうなという、いやー嫌な予感しかしないニュースですね。鉄鉱石もものすごい輸入したんです、やはりですね、だからアメリカでは台湾関係法の代わりの法案がもうできてますからね、今年の頭に、ですからアメリカも着々と台湾を守るために策を講じてるんで、習近平としては急いでやりたいんでしょうね。だからそういった感じで、多分原油を買い集めたりとか、いろいろ食料を買い集めたりしてるんでしょうね、そうでしょうね。だから不動産がね、完全に崩壊してると、中国でね、そういう状況でいきなりその原油だけ先行してバンバン買うっていうのはね、ちょっとおかしいですね。おかしいですよ、だからやっぱりこう準備してるんだろうなと思った感じですね。こういうのもちゃんと拾っていかなきゃいけないということです。次行ってみましょう。はい、平井さんのツイート、中国当局が拘束か、抗議デモ参加者や SNS 投稿者ら行方不明という記事を紹介し、中国共産党政府と仲良くせよ、主張する連中は我が国をこういう社会にしたいと思っている危険な人たち、中国湖北省で今月起きた大規模な抗議デモの参加者や動画を SNS に投稿した人など複数の市民の行方が分からなくなっていて、当局に拘束された可能性が出ていますというニュースなんですね。結局独裁国家っていうのは独裁者を個人崇拝して悪口を言ったやつを取り締まる社会ですから、だからこういうことはだからなんていうかな、表現、自分の意見の表現の自由ってないんですよ、ない社会なんですよ。でそういったものを、そういう社会が共産主義独裁社会であって、だから中国と仲良くしろ、属国になれっていう主張をする人たちはこういう社会にしたいということですね。そういうことですね。で、そういうことですね。で、自分たちは OK だと思ってるんですね。そう、自分たちは助かるつもりでいるけど、そうや、富は下ろさないのが要するに。だから太陽光パネルとかも言われるままにバンバンさばいてね、別に日本の環境がどうなのと知ったこっちゃないと。で、将来日本人はまさに一般国民はこういうふうに、行方不明になる側なんだけど、そうですよね。いやー、本当にもうとんでもないですよね。本当にとんでもないです。はい。はい、ですね、ちょっともう一これあとに、企業も一言じゃないということでね、はい、はい、これちょっと28番お願いできますか。28番、中国湖南省で拘束の50代日本人男性懲役12年の実刑判決、違法行為の詳細は明らかにされず、これもだから平井さん、これもださっきのと関連してるけども、この人とか何やったか分かんないでしょ。何が違法行為だったか分かんないでしょ。いや結局だから違法行為かどうかっていうことで捕まるんじゃなくて、当局がこいつを捕まえたいと思ったら捕まるんですよ、そういうことなんですよね、だから気をつけるもへったくれもなくて、当局がこいつを捕まえると思ったら捕まえるということですよ、で懲役12年ですからね。そうですよね、これだってね、その通りに、ね、なるかどうかも分からないですもんね、本当そうなんですよ。そうなんですよ、はい、というわけで、恐ろしい、これね、こういう国と、まだその経済で、どんどんやっていこうなんて日本の財界人の甘さっていうのも信じがたい。いや本当ですよ、信じられないですよ、でもこの中国のために働く国会議員も多数いるということなんですね、だこのままだと日本は、アメリカの直接統治と中国の間接統治が混在する二重統治国家になってしまうというのが、僕の持論なんですよ。やはり今山岡さんの、話があったけれども、
私はね、僕らがまだ新人と呼ばれてた頃の経営者、80年代の経営者っていうのは、会社に対する長期ビジョンもあったし、その目先の儲けだけじゃなくて、この技術がね、ものになるかならないかわからないけれども、お金を使って、もう千に三つですよ、本当に高橋さんの言うね、そういうものをやってた。そういう人がリーダーとなり社長になってた。だけど今は株主資本主義になって、目先の利益しか考えられないような、昔じゃ社長になれないようなやつが社長になってるんですよ。そうですよね、うん、はい、この後は、ニコ生の四つ目の表現の不自由点をお楽しみいただきます。そちらの方へどうぞお越しください。今週も最後までご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。